YouTube、聖書新学校の聖書のメッセージの時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はこの聖書から、第一、テサロニケの手紙の3章からの御言葉の時となりました。神様感謝いたします。もう、6月も、もうそろそろ7月に入って、まあ、梅雨が、長引いてはいないですけど、そろそろ梅雨も明けようかという時期となりましたけど、今日の御言葉聖書の時を神様感謝いたします。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。この聖書メッセージの時の始めか終わりまで導いてください。お下げします。賛美、御言葉の時、祈りの時、また黙想の時、神様が導いてください。この者の思いと唇を整えて清めてください。ことを誉れと賛美を主に帰して、始めあたりイエス様のお名前によってお祈りいたします。感謝いたします。今日はこの聖書のからテサロニケ人の手紙です。はい。では、メッセージの前に一曲賛美を持って、始めていきたいと思います。感謝いたします。では、聖歌の642番、ヨルダンの彼方に、ピリピリの手紙3章20節、我らの国籍は天にあり、ジョルダンとスリートハンド4分の4分ですね。ではいきます。聖歌の642番、ヨルダンの彼方に3、はい。ヨルダンの彼方に広がれるは、下に我が譲りのカナンの地なり。心は踊るよ、心は踊るよ。カナンの地をもだに我が胸躍るよ。そこには夜なくとも灯なく、神の子羊ぞ輝きます。心は踊るよ、心は踊るよ。カナンの地をもだに我が胸躍るよ。そこには病も敵もなく、別れも死もなく、恐れもなし。心は踊るよ、心は踊るよ。カナンの地をもだに我が胸躍るよ。旅路の備えはいかにともよ。いざいざ行かばや雨つくに。心は踊るよ、心は踊るよ。カナンの地をもだに我が胸躍るよ。はい、感謝いたします。聖歌の642番、ヨルダンの彼方、ピリピリの手紙3章20節、我らの国籍は天にあり、ジョーダンストーリーズ、バンクスですね。感謝いたします。では早速、今日の学びのに入っていきます。聖書から、新約聖書から第一テサロビッケルの手紙、3章ですね。第一テサロニケ人の手紙3章となります。感謝いたします。では早速、拝読させていきます。まあ一言お祈りいたします。天の父なる神様、この聖書メッセージの時を神様感謝いたします。どうかこのものが御言葉を正しく理解し、正しく分かりやすく丁寧に、お伝えできますように助けてください。お
思いと口を整えてください、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。まあ、今日の主題は、この3章から、13節の、半ばですね、私たちの主イエスが、ご自分のすべての生徒と共に再び来られる時という題を掲げさせていただきました。私たちの主イエスが、ご自分のすべての生徒と共に、再び来られる時、感謝いたします。では、テサロニケのテサロニケ人への手紙、3章、そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰について、あなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。ところが今テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私は今生きがいがあります。私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように、またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように、感謝いたします。第一、テサロニケ人の手紙の3章でした。では、この早わかりイラスト聖書ガイドブック、フランシス・フランケン、ベーカー先生からのこの第一、テサロニケ人の手紙、第一を、見ていきたいと思います。著者はパウロです。一章の一節、宛先、テサロニケの教会、信者の群れ、パウロは、コリントに滞在していた期間に、テサロニケ人へ、2通の手紙を書きました。まあ、背景としては、テサロニケは2つの主要な道路が交わるところに位置する活気のある港町でした。そこはマケドニアでは最大の町でした。パウロは第二次伝道旅行の期間に数週間そこに滞在し、その時にテサロニケの教会が始まりました。パウロはその町にいた短期間のうちに多くの騒ぎを引き起こしました。パウロの敵は
彼のことを世界中を騒がせてきたもの、使徒の働き17章の6節と言って告白しました。パウロはテサロニケからベレア、アテネ、コリントと訪問を続けましたが、アテネで新しいクリスチャンたちがどうしているかを見るために、テモテをテサロニケに戻しました。テモテは良い知らせを持ち帰りました。しかし、テモテを、テサロニケに、しかしテモテはまたテサロニケの教会がキリストの再臨にとても関心を持ってはいるが、そのことに関して間違った考えがあることも述べました。そこで、パウロはコリントでこの手紙をテサロニケの人々に書き送ったのです。この手紙はことにキリストの再臨に当て、再臨に焦点を当てており、各所の終わりで再臨に触れています。まあ、メッセージとして4つ挙げています。1つ、パウロはテサロニケの信者たちのことを神に感謝した。彼らの信仰生活、奉仕、喜びは他のクリスチャンたちの模範であった。2、パウロは戻ってテサロニケの人々にもう一度会いたいと願った。彼は他の人々に対する彼らの愛がますます成長するように祈った。3、パウロはイエスが再び天から来られる時のことを友人たちに語った。すでに死んでいるクリスチャンたちが生きているクリスチャンたちと一緒に、天で神と共に住む。4、実際にイエスが再臨される時は不意に訪れる。しかし神の民はそれが起こることを確かなこととして知ることができる。5、パウロはイエスの再臨を待っている期間、彼らは喜び、祈り、すべてのことを神に感謝すべきであると人々に語った。はい、感謝いたします。早わかりイラスト、聖書ガイドブックから、フランシス・ベッカ先生から、この、ね、テサロニケ人の手紙を、見てみました。感謝いたします。今日のこの聖書の御言葉、テサロニケ人の手紙3章のから今日の主題、聖書メッセージですね。13節の半ばのこのように、私の主イエスがご自分のすべての生徒と共に、再び来られる時、という題を、掲げさせていただきました。感謝いたします。この聖書、神様が語った良き訪れ、福音、創世記一章の一節から黙示録の最後の節まで感謝いたします。ちょっと確認していきたいと思います。創世記の、一章の一節から五節までお読みいたします。はじめに、神が天と地を創造した。地は放牧として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた、光あれ。すると光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。このようにして私たちの信じるところの、天と地を作られた神様、誠の神様、父の神様、御子イエス様、聖霊の神様、この三位一体の神様を神様感謝いたします。また御言葉は、ヨハネの黙示録でこう述べています。ヨハネ黙示録の、13節から21節までを お読みしていきたいと思います。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を行う者、転んで偽りを行う者は皆外に出される。私、イエスは御使いを使わして主教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、
輝く明けの明星である、御霊も花芽も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もし、これにつけ加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除く者があれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。これらのことを明かしする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。感謝いたします。この、神様からの言葉、福音、この一つして間違いない、聖書の御言葉を感謝いたします。創世記の一章の一節からヨハネの黙示録の最後の節まで感謝いたします。今日の、まあ、聖書メッセージの、まあ、この聖書箇所ですね、第一テスラン人の手紙の三章 の学びです。今日の主題と掲げさせていただいています。私の主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られる時とあります。この、先ほどの、この早わかりの、で、見てきましたけど、パウロは、まあ、テサロニケの教会に、テモテを送って、テモテから、まあ、テサロニケの教会のことを聞いて感謝しましたけど、問題もあったとことを聞いて、またこのテサロニケの手紙を、まあ、1と2を書いています。このことから、また見ていきたいと思います。また、3章をもう一度お読みしていきたいと思います。私のメッセージでは、まあ、この、まあ、訓練として、まあ、今日の箇所は3章ですけど、その3章から1節、私の主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られる時と、メッセージを書かせさせていただきましたけど、また、この3章を読んで、この御言葉幸いに扱っていきたいと思います。テサロニケ人の手紙3章、そこで、私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネに留まることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路書であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私はこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで、私はあれ以上は我慢できず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私は今生きがいあります。私の神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこの全ての喜びのために、神に、どんな感謝を捧げたようでしょう。私たちはあなたの顔を見たい、信仰の不足を補いたいと、
昼も夜も熱心に祈っています。どうか私の父の神であり、また私の主イエスである方ご自身が私の道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ちあふれさせてくださいますように、またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父の神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように、感謝いたします。この第一テサロニケ人の手紙3章、この御言葉を神様感謝いたします。この一環として、私の救い主である主イエスキリスト、神様、天と地を作られた神様が、まあ、罪が入りました。その罪の解決のために、その一人子をイエス様を、主女マリアを通してこの世にお使わせになりました。イエス様は罪のない方である。イエス様はその神様一人子であるイエス様は人間と同じ姿、これほど謙遜なことがあるでしょうか。謙卑と言われています。今キリスト教用語ですね。私人間は本当に高ぶり、また自己卑下するものですけど、神様の一人子イエス様はその罪のない清い血を十字架で、尊い血を流されました。両手に、釘、両手両足、足にその痛み苦しみ、私たちは少し手を切っただけで、手をちょっと怪我しただけで、痛むものですけど、私の救い主イエス様は十字架でその尊い痛み苦しみ全て完了したと言われました。感謝、感謝いたします。そしてなんと墓に葬られて、死んで墓に葬られて3日目に、蘇られました。感謝いたします。この希望、なんという希望でしょう。3日目に蘇りました。そして、ケパをはじめ、500人の語り方に現れて、また天に昇るときにまた来ると約束され、そして、聖霊をお与えになると言われました。聖霊は五旬節の時に、お答えになりました。感謝いたします。神様は今父なる神の右の座にあって私のために、取り出しておられます。来ると約束されています。感謝いたします。この望み、栄光、私はこの肉体が滅びても神様と共に歩む天国にいる幸いをこの御言葉聖書によって、知るものです。感謝いたします。私自身も私の会的に個人的に、この御言葉聖書により、また罪の自分の罪を示されて、この罪の解決が十字架の血、許し、愛によって、恵みによって、幸いによってあることを知り、感謝いたします。信仰を持つことによって、イエス様を信じることによって、自分の罪が許され、生きる望み、幸いを神様からいたします。この幸い、恵みを知ってほしいと願いつつ、この動画を上げさせていただいています。家族の救いを願いつつ、祈りつつ、願っていましたけど、まあ残念ですけど、私の家族、まあ、父や母、また3番目の姉、また一番、まあ、兄、長男の兄も、イエス様を個人的に救い主として、信じる幸いには、預かることは、できませんでしたけど、まあ、このような恵み、幸いに一人として、滅びることなく幸いに扱ってほしいという願いを持ちつつ、この動画を配信させて、いただいています。この拙いな話ですので、もし、自分で聖書を取り寄せて真剣に、御言葉と格闘し、御言葉に触れ合い、また最寄りの聖書的な教会に集っていただき、幸いな恵みに、扱ってほしいという思いです。感謝いたします。私も
今年、まあ60ですけど、信仰を持って40年、この幸い恵みに感謝いたします。パウロが、手元を使わして、短期間でありましたけど、テサロニケ人の教会のクリスチャンたちに、励まし、また、まあ、再臨について、間違った教えがあると聞いて、パウロは、テサロニケ人のクリスチャンたちに対して、手紙を書きました。第1と第2のテサロニケ人の手紙を書きました。感謝いたします。今日、第3の、3章を2回読みましたけど、パウロのそのテサロニケに教会のクリスチャンたちに対する思いが伝わってきます。感謝いたします。今日、感謝いたします。私の幸い恵みを神様感謝いたします。この間違いない、2000年前のイエス様、古い教えではありません。感謝いたします。この恵み幸いに扱ってほしいと思います。ではお祈りいたします。天の父の神様、あなたの御言葉、幸いを恵み感謝いたします。私たちはこの肉体が朽ちて、それで終わりではありません。死にあるものはイエス様と永遠に生きる幸いを感謝いたします。イエス様が私はアルファであり、オメガであり、永遠の方である、愛の方であることを、義なる方であることを、神様感謝いたします。取り留めのない、お話、メッセージでありましたけど、このメッセージの時を感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。毎回毎回、お恥ずかしいメッセージとなりますけど、賛美をもってこのメッセージを閉じさせていただきたいと思います。最初一番は、ヨルダンの寒暖でしたけど、この幸い恵みを感謝いたします。聖歌の391番、神は汚れたる指とのため、ヨハネの福音書3章の16節、神は世を愛したまえり、グッドラブオブザワールドオブスニア。聖歌の、391番、神は汚れたる呼び人のため、3、はい、神は汚れたる呼び人のため、お一人ごさえも地に下しぬ、いかなる屈式愛ぞ愛ぞ、けがれし我が身を清くすとは、よみがえりし主は我がものなり、彼の死によりて我は生きぬ、いかなる屈式愛ぞ愛ぞ、けがれし我が身を清くすとは、愛は満ちたれる日を送らせ、罪の力より我を守る、いかなる屈式愛ぞ愛ぞ、けがれし我が身を清くすとは、満ちたれるのみ栄えの日を、松見とはなりぬ幸なるかな、いかなる屈式愛ぞ愛ぞ、けがれし我が身を清くすとは、あがなわれし主を知る者、
いざたたえまつら我らの主をいかなるくすしき愛ぞ愛ぞ汚れし我が身を清くすとは。はい、感謝いたします。聖歌の391番、神は汚れたる予備とのためでした。感謝いたします。はい、まだ梅雨が明けていませんけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、コロナ禍、ワクチン接種も進んでますけど、まだまだ厳しい状況ですね。まあ、東京オリンピック、まあ、去年、延期になりましたけど、2020が、もう、またオリンピックになれば、また、オリンピックで盛り上がると思いますけど、この、まあ、6月も、終わり7月になろうとします。7月8月、この時代でありますけど、この御言葉聖書によって幸いに扱ってほしいと思います。オリンピックも大切ですけど、この聖書皆さん共に、手元に置いて心の糧として、聖書に御言葉に親しみ、また最寄りの聖書的な教会に集って魂、自分の魂を真剣に考えて、歩んでいきたいください。オリンピックも、この聖書も皆さんの手元に、ありますようにお届けいたします。マサトでした。まだまだお恥ずかしいメッセージですけど、次回の聖書メッセージで、お会いいたしましょう。マサトでした。皆さんの家に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。シュアゲンです。パッションプリーズユーシャロンバイ。